そう、びっくりしちゃった。いや本体アップデートって書いてなかったからさ、本体だと思わなかった。今必死にアップデート終わったらそっちに切り替えようと思って、とりあえずてか前髪切りすぎたからちょっとなんかガッガ緊張みたいで、ちょっとおもろい。だから携帯でやってます。あ、できた。え、終わったじゃん。水色。え、じゃあこっちでやるわ。ちょっと待ってね。おお、なんかすごい通信に時間かかっている。え？できませんでしたって言ったんだけど。なんで？なんで？頑張って。私の電波、携帯はできてんのに。インターネット接続悪くないと思うんだけどな。 OK、 切り替わった。やばい、配信中なので退出できませんって出ちゃった。携帯の方ブチ切ってやろう。よいしょ。オッケー。え、なんかさ、たまにさ携帯で変な画面現れるんだけどさ、え、これ何なんだろう。私の携帯呪われてんのかな。ちょっと待ってよ。あ、でもあれだ、アップルにあれ来てるわ、その同じあれの問い合わせが。あ、違う。え、なんかさ、なんか変なホームページ見てない。なんか、え、なんだろうこれ、なんか怖いな。いやだ、なんかそれでさ勝手になんか呪われてさ、めっちゃ嫌じゃない。怖っ。え、誰か同じ経験してない。なんか嫌なんだけど、これでなんかすごいさ、なんかこうエッチなサイトからの乗っ取りとかさ、めっちゃ嫌じゃない。別に見てねえしみたいな。こう、例えばたまにさ、こう広告でさポンってこう押しちゃうことはあるよ。こうだってさ、シュッてやっちゃって出てくんだもん。え、嫌じゃない。もしそれだったらすごい嫌じゃない。え、え、嫌なんだけど。それでなんか寝ぼけてる時にそれで開いてたとかだったらめっちゃ嫌だな。え、なんかね、いや、じゃあ言っちゃうけど、なんかさ、携帯の画面が黒、真っ暗で赤い時計が表示されるんだよね。しかもこれアップデートしてからなんだよね。そう、別にアップデートするまではそんなことなかったんだけど、え、怖いよね普通に。なんだと思う、めっちゃ怖くね。そう、怖いよね。なんか普通にマジで怖いんだよ。今日も朝なんか何、スタンバイ機能って何。え、そうなった人おる。え、なった、本当なった人いる。え、大丈夫、本当なった仲間、本当に。置き時計モードって何。 iPhone置き時計モード赤。え、
これマジで怖いからやめたいんだけど、なんかさ今日も朝起きた時にさ時計がさポンって出てきてさ、しかも真っ暗な画面で赤い時計が出てきて、え怖くねみたいな、え怖怖って思って、なんかいろいろ押してみたけど全然治んなくて、でなんか気づいたら治ったんだよね。iPhone 赤い時計。スタンバイ機能？何のスタンバイやの？え、これのことかな？これかな？あ、でもこんな感じ、こんな感じ。報告がある。設定からってやつかな。スタンバイ勝手についてる。え、いやマジで怖かったの本当に。えみたいな、こんなの私あるみたいな、マジで携帯乗っ取られたかと思ったんだけど、どこでそれ切れるんだろう。あったスタンバイ、これか。あ、スタンバイは iPhone が充電中で横向きになっている時にオンになり、ウィジェット、写真フレーム、時計などの情報が表示される。もう怖いから切ろう。なんない、よし、よかったよかった、相談して。いやマジで怖かったよ本当に。いやもうスタンバイモード自体は切りました。マジで焦った、本当に私携帯乗っ取られたかと思ってたの。マジで安心、本当によかった。え、それな、赤なのめっちゃ怖いよね黒に赤の時計ってやめてほしいよね、普通に怖くない？え、そういや、だから変なものだったらさ意味わかんないじゃん。そのたまたまこうさ調べ物で広告で出てきたやつとかでさ乗っ取られてたらさもうどうしようもないじゃん。マジで焦る、本当に怖かった、よかった、超安心した、マジでびっくりするぐらい今なんか安心してる。アップデートだからすぐしないようにしてる。いやなんかもう後でするみたいなの押しちゃったんだよ、あの夜中にさ勝手にされるやつってあるじゃん、あれ勝手、あ、サービストップです。サービストップからの連絡めっちゃ多いんだよ。あ、じゃあサービストゥデイか。そんなに私に連絡したいのかな、サービストゥデイ。マイク入力情報、マイク入力情報ってなんだ。そう、勝手にそのアップデートしてもらうやつにしちゃってたから、それでそう勝手にあれされるの、マジで焦った。よかった本当に。お腹が空いちゃった中すいた。今日何食べようかな迷ってるんだよね。みんな今日何食べたのよ、ご飯。ご飯食べてないというか、なんか事務所でパンをもらいましたそのぐらいかな。パンは食べた。だから焼きそばいいね。明日も早起き。いや今日はね、じゃあ別にそんな早くなかったのよ朝。なんだけどソファーで今日寝ちゃってたから、それで起きるのが早かっただけかな。肉とうどんの、びっくりした、肉とうどんの間かと思って一瞬びっくりしちゃった。空気の中でいなり寿司を食べました。いなり寿司いいね、たまに食べたくなるんだよな。寿司屋さんでは食べたくないけど。
姉ちゃんの配信見るときいつも豚軟骨そんな豚軟骨抱いてる人いなくない普通。職業柄まつげあげちゃおう。リハの時は会社こ出るよ。お弁当今スコールのパイン味がめっちゃ美味しかったよ。今もうないんだけど今時期的に。思い出してが止むのを待ったよね。スコールの間にめっちゃいい曲大好き。なぜだろうドキドキしてた。錬金今アーカイブとかで載ってないの。あ、そう、みんな6日目撃者出ます。久しぶりに目撃者、しかも今回はなんと生誕じゃないんです。で6日ぜひ、まあ生誕祭の投げ控えとかやらない方はぜひ見に来てください。めっちゃ久しぶりじゃない。覚え直しなきゃ。MV 収録中止になったけど後で公開はされる。私その辺ちょっと選抜じゃないからわかんない本当に申し訳ないですが、中止になったっていう事実はもちろん知ってるけど、その辺がなんでかっていうのはわかんないです。ちょっと申し訳ない。そこはプリンが、そう今回2曲ともとか2曲参加させていただきます。ありがたいことに。ぜひ皆さん楽しみに。東京会場4月13の10部と4月10の5部完売。おおすごい、イエイ。2個も完売だ。ありがとうございます。嬉しいちょっと待って喉が死にそう。そう2曲もありがたい子に。嬉しいですね、2個も完売したんだ。ありがとうございます。すごいなんか今ほこり舞ってた。すごい綺麗に舞ってたね。わすごい10周年なんか飛んできた。ふわふわだ。距離の卒業ソングないんだね。なんか私に言われてもな。確かに。でもそうなんですよ、ないんですよ今回。ないというか、いやわかんないじゃん。だってもしかしたらそのどれか卒業シングルじゃなく卒業ソングかもしれないじゃん。ソロじゃなかったかもしれないけどさ、残念ながらちょっとおいらはどうしようもできないんだい。その辺は残りわずかのとこもあった。本当？ありがとうございます。たくさん オンラインも残りわずかあった。うん、本当？オンラインはなんかまあ後々こう現地行けなくてちょっとやっぱもうちょっと話したいなとか現地行けなかったからっていう方が。
からオンラインはしかも結構ギリギリじゃん、締め切りというか。ケンちゃんもあんまあれだけど、関東の方々頑張ってますね。でもね、ありがたいことに福岡は結構最初の段階でもう完売したので、次は関東の方しかなんですよね。タレミミウサギ別に、そうタレミミウサギのつもりはなかったんだよ。なんだけどねねさんがそう最初ウサギにしようか迷ったの、ガチなやつなんだけど、でもちょっとなーって言ってたねねさんが、じゃあタレミミウサギでいいじゃんって言われて、まあなんかタレミミウサギ風になった。間違えて福岡行けないの、福岡少し買ってしまった。それで来た人とかいるよ、間違えて買っちゃったからもう行くぜみたいな、で来たことある人とか。その付近でね、なんかリナが出る公園とかあったらいいんだけどね、まだあるか分かんないしね。握手会の表今回作ってないから、ちょっと自分でまだ把握ができてない。今までもさ、なんか残りわずかとかあったっけ？なかったよね？あったっけ？だよね？え？あった？え？今回からだよね、やっぱ。何月の、なんか誕生日。あ、そうなの？まあ残りわずか分かった方が確かになんか、おじゃあやばい行かなきゃってなる人いるのかな、どうなんだろう。残りわずかって50枚近くはある。あ、そうなんだ。かもしくはあれじゃない、本当に残りわずかだったけど支払い忘れがいたとか。2日のパジャドラ応募したつもりが1日のパジャドラ忘れました。なんで？ね、なんで？いない、いなくない？私いるっけ？やっぱいないよね。私2日だよね出るの。まあでも残りわずかあった方がいいのかな。残りわずかの情報になっちゃうよりファンが、だって私見ないもん握手会ページを、その応募っていうか抽選の何枚頼みますみたいな、そこまでいかないもん。そのなんていうの、リンクは貼るからそのリンクには飛ぶけど見たことないもんそれまでは。だからあれよ、うちらがチケ戦のあれをやんないのと一緒、演者だからね一応。お腹すいた、だし巻き卵食べたいかも。最近めっちゃだし巻き卵欲がすごいんで、CD 購入の ID 持ってるの。あー AKB のグループセンターかなんかの AKB の方なら持ってる気がする。ID、しかも仮登録のままだからさ、仮の ID しかないんだよ。仮パスワードみたいなやつ。姉ちゃん来るか、いやめっちゃ
なめっちゃ卵焼き上手なんだからバカにしたな。行列してるラーメン屋さんが美味しそうに感じるのと一緒。あー、まあ確かに残りわずかって言われたらよし私が買うぜってなるか。だし巻き卵築地の有名なやつちょっと食べてみたいな。それそうだ、私さ最近さいろんな県の、この前さ宮崎県行ったじゃないですか。そこで思ったんだけど、ごめん全然話変わるんだけど、そう宮崎県行ったことにより各地方てかみんなが住んでるとこの県で有名な観光名所って何があるんだろうっていうのをなんかめっちゃ気になるようになったの。宮崎はまあそのモアイとかはまあ結構有名だと思うんだけど、まあ、大分だったらこうなんだ別府の温泉とかさ、まあ、海卵とか、まあ、そういう施設があるわけじゃん。そうご当地的な、別にめっちゃ有名どころだから、まあ千葉でいうとディズニーとかさ超有名どころとかでもいいし、逆になんか 何があるんだろうってすごい気になるのよ。いろんな県私何があるか分かんないから、なんかないのみんなのさその住んでるとこでさ、私何県で どこどこがありますとかさ、文字工レトロ、あもう完全に北九やね多分やけど熊本はまあ熊野通常三井グリーンなの、まあそうね確かに埼玉何もありませんマジ。そう愛知県私ね、そうジブリパークめっちゃ行きたいの。東京はスカイツリー、まあそうね東京は割と、島根は出雲大社、京都は清水寺のイメージが強いな、埼玉スーパーアリーナ、ああそうね宮島と平和公園、広島か、広島だっけ。そう食べ物じゃない、食べ物はまあ割とあるじゃん。福井は崖と恐竜、でも恐竜私好き、超大好き恐竜。茨城県は牛久大仏、大仏水戸黄門、金沢だったらカニ食べ物入ってきちゃった。加賀温泉、あ加賀温泉私知ってるよ、元モーニング娘。の加賀楓さんが大使やってたよね、その温泉大使みたいな。札幌テレビと北海道やね。いや何県、ごめん何県か書いてくれないと私分かんないな、その県庁所在地とかの名前もちょっと微妙だから。愛知だと高蘭渓という紅葉が、あいいね紅葉見に行きたいな。北海道私旭川動物園しか分かんないかも、食べ物のイメージが強いかも。千葉のドイツ村、ああそう行ってみたいめっちゃ。でもなんか食べ物が有名な方はさ割とこう出てくるじゃん、いろいろな名所さ、ここ食べ物こうとかさ、場所ってむずいよね。あ旭山じゃなかったなんだっけ、旭川ってなんだっけ、旭山動物園かあれ栃木、まあその栃木は日光は聞いたことある、それあれだね本田仁美さんの旭山、あ旭川にある旭山、むずめっちゃ引っ掛け問題やん。旭川市の旭山動物園、福岡近辺で、どうなん、太宰府とかじゃない太宰府ぐらいしか、太宰府、まあでも写真撮りたいなら北九とか、まあさっきも出たけど門司港まで行っとけばって感じじゃない。今自分が来てる香川でいうところ、いやいや食べ物じゃないの、場所観光名所とか。神奈川県のなんだそれ、どっちだ、ゴジラが上陸した記念、じゃあゴジラのあれ像とかあるの。テーマパーク3位の千葉県のアンデルセン公園、へえそんななるんだ。糸島、そうね糸島もだね。糸
女子も私もあんま行ったことないんだよ。鹿の島、鹿の島なんかめっちゃお花のイメージある。お花めっちゃあるみたいな。愛知県にレゴ、あ、もう レゴいい、レゴいい。私レゴ別にいらん。レゴめっちゃ言われるけど、なぜか。ムーミンバレーパーク、ムーミン、そんなのあんの？ムーミン谷とかないの？糸島のカキ小屋、カキ小屋行きたいなって。カキが食べたい。だしカキは生ガキとか、でも生ガキより蒸したやつが好き。めちゃレゴ NG なわけじゃないんだけど、別にレゴいらないんだよな。あんまりレゴにそんななんか欲しいとかない。秋田にムーミン谷ある。え、秋田ムーミン谷なの？え、あれさっきのは、さっきのムーミンなんたらは、それは別なの？え、またそことこことはまた別なの？埼玉ムーミンのテーマパーク。ほう。あ、で秋田にはムーミンの谷があるわけね。ムーミン谷が。神奈川みなとみらい、みなとみらいめっちゃ行きたい。なんかあれでしょ、すごいカップルがいるんでしょ。バレンタインとか行ったらなんかすごそうだな。え、でも私最近ね、東京のなんか有名なさ、なんイルミネーションあれ見に行きたくて、私もなんかこう有名どころのイルミネーション回りたいの。よくない？綺麗じゃん。お腹なりそう。あった、山の中のガチなだね。え、でもそこムーミン谷なんでしょ。六本木とかも、そうそう、六本木とか表参道のイルミネーション見に行ってみたい。六本木ヒルズ、あそこか、サマステンとこか。丸の内もイルミネーションってなんかおしゃれだよね。大分にはないとこだ。恵比寿ガーデンプレイスにバカラのシャンデリアがある。へえ、シャンデリアか。なんか昔はさ、小さい頃お家にこうシャンデリアとか飾りたいとか思ったけどさ、今まあ見てみるとさ、天井そんな高くないからさ、やっぱシャンデリアある家って天井高い金持ちだなって思ったよね。フランフランとかにちょっと安めがあるけどさ、あれ多分かけたら頭そんな低くないけど。シャンデリア地震怖い。確かに、そうか、地震で落ちてきちゃうのか。掃除が大変。ほこりたまるよね。大分だよ、別府の地獄巡り。そうね、まあそれはよく言われるね。でも湯布院じゃない、そこより湯布院の方が最近の女の子たちは好きそう。定期的にまつげを上げていく。まつパしたいけど迷ってる。ちょっと去年12月に一人で東京スカイツリー行ったんだけど、周りカップルだらけで困惑した。なんでそう一人で行ってみたの？絶対いるに決まってんじゃん、カップル。りのちゃん、ゆるちゃんに東京案内した。いや、案内してもらいたいんだけど、なんかね、私の性格上こうなんか全然知らなすぎて、東京分かんなすぎて申し訳ないと思っちゃうんだよね。全部聞かないとなんて分かんないから、普段が逆にそっちタイプじゃなくて、こう私がこうこっちだよみたいについてきな、こっちだからって言うタイプの人間だから、全部人にこう任せてなんていうの、ついていったりっていうのができないのよ。
なんか申し訳ない、ごめんなさいって思っちゃう。なんかそれがさ、こう例えば年が離れてたりとか、こう自分の中でお姉さんって思ってる人とかだったら別に全然なんだけど、そのまあ、その2人に関してはさ、年下じゃん、まず年下だし、だからなんかダメなんだよね。申し訳ない、申し訳ないと思っちゃう。みなとみらい、あーみなとみらいか、あさっきも言ったか、みなとみらいはでも行きたいよ。なんか最近めっちゃ思うのがさ、もう TikTok もさ、インスタもさ、もう更新がさ、めんどくさいんじゃなくて、なんかそのなんか映えのために、インスタはね特になんか映えのためにやってる感がなんかめっちゃめんどくさくなっちゃって、その更新がめんどくさいとかじゃなくて、インスタのために写真を撮らなきゃって思うのがめっちゃなんか嫌になってきちゃって、なんかなんていうの、その載せるものがいっぱいあるときはいいんだ。例えばさ、こうなんかディズニー行ったりとかさ、 USJ とか遊びに行っていっぱい写真撮ってよし載せるぜっていうのは全然いいのよ、全然それはいいんだけど、そうじゃなくて本当に更新何もできてないときに、あーそろそろ更新しないといけないな、じゃあどうしようかな、おしゃれな写真撮りに行かなきゃっていうのがめっちゃ嫌なのよ。そう、ストーリーだけだったらもう全然毎日なんか本当何でも載せれるからいいんだけど、そう写真を撮りに行かなきゃと思うのがちょっとめんどくさい。ネタのためにわざわざするする、最近更新してないからとりあえずカフェ行っておしゃれな写真撮ってくるべみたいな、そのぐらいのテンションで行くときある。そうそう、載せるものがあるときはいいのよ、ただ載せるために撮るっていうのがめんどくさいとか嫌だ。なんかわー、なんか SNS に洗脳されてんなーみたいな気持ちになる。 TikTok もそうなんだよ、そのなんか自分がこう載せたいてかこれやりたいって思った動画ならいいんだけど、でもやっぱさ、こうこの職業をしてるとさ、こうやっぱフォロワーを増やさなきゃいけないっていうか、いろんな人に知ってもらわなきゃいけない、イコールまあフォロワーを増やさなきゃいけないっていうのが定義としてついてくるからさ、だからこう TikTok もああ撮らなきゃ、載せなきゃ、更新しなきゃってなるのがちょっと嫌になってきた。なんかね、いやでも別にね、こうマネージャーさんとかから載せろとか言われてるわけじゃないの、本当にそんなのは全くないんだけど、そうだから別にその正直載せなくていいなら載せないけど、でもなんて言うんだろう、仕事じゃ仕事じゃん言い換えちゃえば、そう、それがなんか義務になってきて最近ちょっと嫌だな、めんどくさいなって思ってきちゃった。だからストーリーとかツイッターとか全然いいんだよ。生活が SNS に、そうそれがやだ。ショールームとかは別にもはやなんかもう一部になったからなんともないんだけど、わ超お腹鳴りそう、めっちゃお腹空いてる。まあでもさ、インスタの投稿ってさ、めっちゃぶっちゃけ言うとさ、あんなの金持ちが勝ちじゃない、インスタなんてさ思わん？なんかだってさ、それブランド物めっちゃ載せたらフォロワー増えるしさ、毎日投稿します、じゃあ毎日違う投稿を載せます、じゃあ服毎回同じのより変えた方がいいよねだしさ、その可愛いカフェとかさ、こうなんかおしゃれなカフェとかさ、じゃあ毎日行って毎日写真を撮りますってなったら結局お金かかるじゃん。もうインスタなんて金持ちの勝ちじゃね？もうじゃあ負けだわ。
諦めよう。勝とうとはもう思わない。そこは諦める。アイデア次第、アイデアだけどどうにかなるもん。なる？マジ？だってインスタすごい人ってさ、毎回違う投稿、違う場所、違う服とかじゃない？ショールームでみんなから、あ、もうダメだよ、私のショールーム見てる人でコメントしてくるの結構こうおじたんが多いんだから、おじたんインスタグラムになっちゃう。インスタやってる知り合いの女の子いるけどカツカツだよ。そやろ、ほらおじたんが集まってきちゃった。おじスタグラムいいように言うなよ確かにめちゃくちゃいいように言ったらおじスタグラムやけど。おじタングラマうーん、まあでもどうなんだろう。でも SNS は伸ばした方がいいもんね。それ SNS からファンが増えるっていうのあるし。でもね、載せる写真迷った時はどっちがいいかなとかみんなに聞いたりするしね。そういう点では確かにあれなんかもね。インスタグラムおじ載せるもう毎回あれしようかな、もう握手会でファンのみんなの顔を一つ一つ全部こう一人一人なんかこう撮って取りだめして毎回毎日載せようかな。何人目に来たオタクです。こういう話をしてましたつって。実際本当におじスタグラムになっちゃう。ガチおじスタグラムだよ。乗りたくね。え、なんでよ嬉しいでしょ、推しの SNS に乗れるんだから。別のファン層がつきそう。完全にネタのネタになるんだけど、インスタグラム今いるフォロワーめっちゃ減りそう一旦。まあね、話題性はあるよね。でもあれだよ、でまた悩み始めるよ。もうみんな載せちゃったんだけど載せるオタクいないんだけどっつって、載せてほしい人全員来いつ握手連に。目隠しますか？隠さんよ。こんなん隠すわけないじゃん。何を着ていこうか。めっちゃノリノリ。思ったよりめっちゃノリノリ。握手会の日の一日みたいな動画。あーでもそれ YouTube じゃない、それ撮るなら。ディールがいいかな。テレッテ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 みたいな運動会みたいな音楽で流そうかな。よしこちゃんの YouTube でさらされて、あ、そうなの。今日は私の握手会の日のルーティンを紹介します。まずは
朝7時に起床して白湯を飲みます。白湯って体にとってもいいんですよ。絶対飲まんけどね、白湯とかマジ飲んだことない。うん、苦いし、苦いというか苦手。朝ごはんはパンとサラダ、バターを塗ったパンが一番美味しいです。ガチ嘘つき Vlog ね。白湯でも飲んだら飲むのいいって言うじゃん。でも本当に飲まないんだよ。意識高い系女子バターな、確かに確かにダメだ、意識高くない系だ。しかもバターじゃなくて、今ね私の中の意識高い女はマーガリンじゃなくてバターだろうなって思ってバターって言ったの。本当はマーガリン塗るけど、ダメじゃん、そっからダメじゃん。もう遅刻したバージョンの Vlog よろしく。遅刻しました。いや遅刻したやつ Vlog 撮る時間なくない？絶対遅刻してないやろ。でもおしゃれな人とかさ、意識高い人はさ、サラダにオリーブオイルとさ塩だけで食べるんでしょ。んな無理よ。フルグラ、フルグラって意識高いんかな。あでも確かにまあ意識高い系 Vlog の人はフルグラ食べてるか。寝坊してすっぴんでオンライン開始した日バージョンやばいよね、びっくりした本当にあの日は。遅刻 Vlog のコメント、私遅刻 Vlog って Vlog か忘れたけど、なんか遅刻したなんかのショートとかさ YouTube 動画見たことあるよ。でもなんか書いてた、やっぱコメントに遅刻しても撮る時間はあるんですねみたいな。朝ギリギリまで寝てた。まあそうだよね、私も今日一回起きて今日のリハの確認してもう一回寝ちゃったもん、あれみたいな。起きたらもうちょっとで、でも起きたらあと30分で家を出る時間で、あやばい寝ちゃった。朝のおはようのツイートは寝起き、あれ寝起き。遅刻した時の鍵上げだったけどメイク大丈夫なのないよごめんってあんな寝坊すること初めてだった。サラダにオリーブオイル、塩、胡椒、酢かけるだけで美味しい。それと一つもあります。いや、サラダはあれが一番美味しい、あのシーザーサラダドレッシングが一番美味しい。もうシーザーサラダドレッシングでベタベタにしたらサラダ食べれるんだから。私もでも紫キャベツだけはマジで苦手なんだよね。紫キャベツってなんであんなにこうなんか癖強いんだろうね。本当に苦手なんだよな。なちゃんクルトン好き。別クルトンいらないかな。あの一番嫌なのはコーンスープにクルトン入ってるやつ。えコーンでええやんって。紫キャベツってマジでなんかあれじゃない、紫って感じの味しない、わかる。この前さリコピさんとパスタ食べに行った時さ、あのサラダが出たのセットだったから、その時紫キャベツ出たんだけど、えマジでも私本当に紫キャベツ苦手で、もう本当にダメなの。マジ紫って味する。え、わからない？え、わかる？誰かわかる？この気持ち。この紫ですみたいな味する紫キャベツ。あのなんか紫の主張が激しい。わかんない？本当にあれ、ちょっとムカつくんだけど。紫って味するじゃん。なんか。最初はさ、ドレッシングの味だからいいんだけど、こう、噛んでるうちにこう、紫だよみたいな
本当に嫌なんだけど、マジでちょっとダメなの。だから紫キャベツだけはマジで無理。しかもなんかキャベツだからいけるじゃんって思わせておいての紫出てくるじゃん。トマトとかもうさ、トマトです、もうトマトっていう、そのトマトしかないからさ、トマト苦手だけどさ、こうまあだからもう、ああこれは苦手なものですってわかるんだけど、こう紫キャベツって言われてさ、こうキャベツかいけそうだなと思わせておいて、こう食べたら紫じゃん。いやちょっと今度食べてみ、紫キャベツ。マジで紫って感じの味するから。パプリカとピーマンどっちが好き？圧倒的パプリカじゃなくてピーマンだね今フェイントかけちゃった。ピーマン私結構好きよ、意外といける。キャベツ、え、キャベツじゃないのあれ、え、あれ紫キャベツじゃないの、え、じゃない、あの紫のやつ、え、え、紫キャベツじゃないのあれ、え、逆に紫の食べ物って何がある？ナスビ、紫玉ねぎ、え、玉ねぎじゃない、玉ねぎ、全然玉ねぎじゃない、ガチで玉ねぎじゃない、え、ナスビ、紫玉ねぎ、紫キャベツ、あと何がある？もしかして私今まで紫キャベツだと思ってたものが違うものだったりする？いや野菜ね、野菜、ブドウは果物だからセーフ。紫キャベツサラダ、いやこう千切りじゃない状態が出てきてほしいな。千切りしか出てこんけん、サラダって調べたら。いや違う、紫キャベツのちぎったやつが見たいんだよ。いやお芋じゃない、さすがに。え、いや絶対紫キャベツだった、あれは絶対に。紫キャベツ手でちぎるで調べてみる。え、絶対紫キャベツだ、あれは紫キャベツだったよ、ほらやっぱ紫の味するって。え、サニーレタス私逆に好きなの、なんならレタスより、普通のレタスより私サニーレタスが好き。サニーレタスとシーザーサラダドレッシングの相性抜群、超大好き、マジ超好き、美味しくない？いやなんか普通のドレッシングも好きよ、和風ドレッシングでも私はシーザーサラダドレッシングが好き。ロメインレ、なんだそれ、ロメインレタスって何？ロメインレタス、なんだこれ、それサニーレタスじゃないの、これサンチュとかじゃないのこれ、これうちの梨園にいっぱい生えてたよ、こういうの、こういう見た目のやつ、多分違うけど。サンチュ、いやあのみたいなやつだけで別にそうじゃないのよ、これではないの。え、サニーレタスは美味しいよ、大好き。サニーレタスならサラダ全然食べる。いやあのこれじゃ、これは生えてないけど、こんな感じのならいっぱい生えてたよ、うちに梨園に、こんな感じの見た目のやつね。でもこれじゃないから、ただの雑草だから多分。だってそれでちっちゃい時あれやってたもん、おままごと、おままごとごっこみたいなやつ、あの使わなくなったもういらないフライパンを使って、なんかその辺に生えてる草とかフライパンに入れて、なんか炒め物みたいなやってたもん、小学生前半もしくは保育園生後半ぐらい。そうとか、あの土をこう水でこねこねして、なんか葉っぱで巻いてみるとかやってたよいや食べてないよ、さすがに食べてない、おままごとなんで。そういうのやってたよ梨園でめっちゃ自然、そうでしょ、めっちゃ自然でしょ、それ自然で育ってきたんですから。だから私段ボールでお家作るの超得意だよ。
そう、梨農家やっぱ段ボールとかいらなくなった段ボールとかいっぱいあるから、段ボールでこうお家とか作ってたよそんなガチななんかこう建造物みたいなんじゃないけど、なんか四角、こう普通のさ段ボールをこう縦にこう組み合わせどんどんつなげてって連結させて家作るみたいな特技に書き、なんて書けばいいの、段ボールで家、すごいなんかあれじゃないすごいなんかめっちゃワクワクされるじゃん。いやなんかそういうあれを組み立てて2階建てとか無理よ、だってそれは潰れちゃうから。ツリーハウス、ツリーハウスとかやったことないな。ツリーハウスは無理だったな。ダンボールで鎧かっこよ、鎧は作ったことないな。そうなん、特技に書いちゃうとガチ本格的なやつだと思われちゃうから、それはちょっと避ける。マシュガでダンボール建築グランプリやる。え、なんか最近ね、そのマシュガでやってみたい企画は何ですかっていうのを、そのなんか紙に書いてそのボックスに入れるみたいなのあったの。自由になんかある人書いてください、いっぱい書いたよ、みんないっぱい書いたから、もしかしたら私の案が採用される日も近いかもしれない。何書いたかな、別に言っても採用されるかどうか分かんないからまあ言っちゃうけど、まあ絶対みんなが見たいだろう衣装紹介、まあ普通に Vlog、 なんかその各都道府県とかこう出身メンバーに Vlog でこうなんか紹介してもらうと、あとスシロー1万円分みたいなさ、その大食い企画、まあわんこそばとかでもいいし、あと劇場公演の日のこうなんかみんなの様子みたいな、まあ Vlog みたいな感じ、ルーティーン的な。あと何書いたっけ、まだなんか何個か書いたんだよ、あと。あんだけ採用、でもなんかだからメンバー誰とやりたいですかとか、誰が出てほしいですかとかいうのがあって、全部栗山里奈10メンバー全員って書いた私が書きましたよこれっていうのをめっちゃ主張した。あとなんだっけ、なんかでもいろいろまだ書いたんだよ。忘れちゃった、でも結構いっぱい書いたよ。姉ちゃんの耳で、いや一応取れたんだけど、きお風呂入ってたらさ、そのかさぶたが取れちゃってもう一回血入れそうになっちゃったから一旦つけといたの。ボディータッチの極意とかないよ、何ボディータッチの極意って。メンバー全員で自分まかないと、いやだってさ誰が書いて、そのなんか名前書く欄がなかったの、多分誰でも気軽に入れて、あのその書いていいよみたいな意味で名前書く欄がなかったから、いや私が書きましたっていうのを私は主張するために栗山里奈とか言うちゃんとね私だから書いたのは。なんちゃんの前歯乾かし選手権いやどうなんだろう、難しそうだね、なかなか開催。これ見てみんな41万だよ、もうちょっとで50万いくじゃん、すごすぎ、ありがとう。姉ちゃんの乾かし見たい、はい、すごいすごい嘘じゃないだろこの顔って、全然可愛くはないよね。あでもこれならいける、これならなんかまだ笑ってる感あるじゃん、なんかこうしたらすごいなんか可愛くないよね。あすごいすごい乾燥したカフィカフィだ、嫌じゃない。でもさ家のドア開けてさこいつ出てきたら嫌じゃない。 OK ただいまーすってパカッて開けたらこいつ出てくるんだよ、嫌じゃない。私だったら嫌だよ、
スクショタイム絶対やだ絶対やだ、前歯乾燥させるとこだけはスクショさせないんだから。冬場には一見、確かに私さ歯医者の時にさここめっちゃ切れそうになるんだよね。ただでさえさその喉開かないし口もこう顎関節症気味だから開かないのよ。だからこんなにするじゃん、あーなんか今ガクってなってんだけどこの状態段階で、でささらにさこうあーってしてるとさずっとやってるとこう乾燥してさここめっちゃ切れそうになってくんの。しかもその口開かない分さよく先生とかにさこうもうちょっと開けますかって言われるけど、開くとかじゃなくてここが切れそうになるんだよね。どうしたらいいんだろう、あれってやっぱリップ塗ってどうにかするしかないのかな。今だって明日歯医者になりました、あよかった思い出して。本当に私ダメなのよ、観覧会でもガクってなるもん、やばくない。普通今閉じてんじゃん、ちょっと戻すよ、顎戻すよっていうかそんなずれたの分かんないけど、ほら観覧会開けた段階でもうガクっていうもん、一旦第一段階。やばいよね、めっちゃ顎一回本当に顎戻んないかなって思った時あったけど、なんかこうやっちゃったもんだったなんでだろう、なんでこんな私顎開かないんだろう、ロボットみたい、褒めてないでしょ。そう、いつか顎外れるんじゃない私。で周年とその次の日のコンサート、髪型何しようかめっちゃ迷ってる。何しようかな、どうしよう。でもこの前のあのこれもありなんだ、でもこれはね27日にやりたいな、するなら劇場はあれにしようかな、こう垂らすやつにしようかな、可愛いのしたくて。でもハーフツインはちょっと無理、ポニーやるってなったら多分長さが本当こんなになっちゃうんだよね。クマする勇気ないしな、少年で。どっちも行く、あ、ほんと？どうしようかな、めっちゃ迷ってる。短くしてからさやっぱツインテールとかちょっとしんどくなって、まあ普通にでもゆるく巻くだけでもありかもな、巻いたことないんだよこの長さで。三つ編みも、あーだ三つ編みはな、まあでもダメではないんだよな、いやダメだな、どうしようかな、まあ、緩く巻くのもありだな。無理があるね、この長さでポニーは無理無理くないけど無理、私ポニーテールはこう揺れるポニーテールがいいと思うから、今短いししないかな。なんかもう花さんとかお芋さんとかに聞くしかないんだ、遠くからでも分かりやすいやつ。知りません、そんなのは知りません、結局は私の気分次第ですね。はっはっは、巻いてもすぐ戻っちゃうって言って、いや短いからこそ余計すぐ戻っちゃうんじゃない。自分でしたい髪型、いや分かんない、でもなんかこれしてほしいって言われるとやりたくなくなっちゃう、クソ天の弱人間なので、やりたくなくなっちゃうっていうか、なんか指針みたいになっちゃうのがちょっと嫌だ。でも聞いたのは私なんだよね、マジで天の弱だよね、本当に
もうなんか最悪な人間ですね。えとのやつ頑張って、みんな。でもなんかあれが嫌なの、そのさ、なんか自分が言ったくらいやってくれたのかなって書かれるのが嫌で、心の中で思うだけならいいのよ。もしかしてこれ自分が言ったからやってくれたのかなみたいな、心の中で思うのは別に勝手にどうぞなんだけど、たまにこうみたいな、自分が書いたからやってくれたみたいな、別そういうわけじゃないのよ正直そういうわけじゃねえのよ。その人だけが送ってくることってなかなかないし、例えばこうサザエさんの髪型してくださいとかもなかなかないけど、書かれるとさ、その例えばさ、こう他の同じポニーテールがいいですってさ、こう書いた人がさ、その人に対してさ、僕もポニーテールって書きましたよってあの書いて そうなんですねみたいなのっていいんだけど、なんか私が言ったからだ、僕が言ったからだって書かれるのがちょっと苦手なの。そうだからやだバトルになる、バトルになってくれたらむしろいいわ。いやでもこういうことはもう私の心が狭いんだと思う。だから私が悪いんだよ私が悪いんです。もう私の心が狭いのが全て悪いんです。はい、そういうことです。私が悪いんです。ええ、今の話は忘れてください私は最近もうみんなに甘えすぎちゃいけないと私は思う。私のファンの人、多分私を甘やかす人が結構多いから、あ、そうだ、30分になったら終わろうと思ってたの。すまんな、私はお腹が空いている。だから1時間やったら終わろうと思ってたの。もうちょっとで終わりようって思ったら30分になっちゃった。しっかり食べてね。あざっす、なんて優しいんだ。とりあえずだし巻き卵は作ろうかな。マックデリバリーいいんじゃない、たまにはいいよ。何しちゃったらダメ、飯食ったらまたしてね。やだ、え、待って、あのさ、よくさ、私が辞めるって言ったらええー、って言ってくるけどさ、よう考えてみよう、私1時間配信してんだよ別に配信にそんな気使ってないからさ、こんななんかもうきつい死ぬとかないけどさ、私1時間配信してんだよねえ、15分とかならまだええってやってもわかる。1時間やってんだぜ。ねえ、そうよ、割と1時間って長い方だよ。甘いな。ネタでコメント、やだ、そのネタ嫌かも、じゃあ。そのネタやだ、ちょっとピキってする。え、1時間やったのにってなっちゃう。ダメ、次言ったらぶん殴っちゃうそれは嘘、ぶん殴りはしないです。嬉しいよ、そう思ってくるのは嬉しいよ。違うね、でも1時間やってんのよ。
明日もリハあんの確認しないと私今日全然できなかったから。じゃ終わるよ終わるからね。13位神崎正和さんありがとうございます。ににゃんこ先生ありがとうございます。11チョクさんありがとうございます。 HKT チュエトージさんありがとうございます。9シュウミさんありがとうございます。8位焼きごじありがとうございます。7位ただの魚さんありがとうございます。6位ゆうさんありがとうございます。5位バルタン太郎さんありがとうございます。4位一恵さんありがとうございます。3位スプッチンさんありがとうございます。2位てんてこちゃんありがとうございます。1位まこにゃんさんありがとうございます。今日割れてますね。いやいつもこんな感じよ。ちなみに今何ポイントいったんだろう。明日までだよねこのイベント確か。今日までじゃなかったよね。明日までだったら別にポイント確認しなくていいわ。明日までね。オッケー。じゃあバイバーイ。おやすみなさい。